ったなと思います。Delitos Neos de Artes Marciales. ブーマさんいるかな。おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさん、いるよ。入った。メガアモス。へえ、出場するんだ。今度の天下一武道会。なんで？実はクラスメートにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ。格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメートなんだ。え、でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪い奴は放っておけないタイプで。でも、その子に僕の変身がバレちゃったんです。恋とかで。で、一緒に天下一武道会に出場しないと、正体をバラすって言われて。ドジね。そういうとこ、しっかりしてるようでも、お父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ。だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。ふんふん。要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。なってことないじゃない。ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。お、なるほど。こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクスくん、かっこいいだろう。ノーコメント。のコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え？あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう。全然働かないのよ、この人。あんたのお父さんと一緒。サイヤ人って働かないのかしら。すごいや！お父さんとご飯さんが戦うの？俺も出るぞ！ミゴクタミエンセメテ、コティギャ、ダルケ。お父さん。お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット、そうだ。久しぶりだな、みんな。今あの世から海王様通して話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。お、あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に？本当に天下一武道会に来られるんですか？うん。占いババに頼んで、たった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出んだろ？ほらも出るさ。やったー！誰？バカーイ！楽しみにしているぞ。覚悟しておけ。俺は随分腕を上げた。ほらもだ、ベジータ。じゃあな、みんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわね、ごはんくん。早くお母さんやごてんくんや
クリリン君たちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕みんなに教えてきます。あ、todo el mundo que se apunta al torneo, copiones.